お、おい、ゆずりが、さん。いや、ゆずねえだよな。どちら様ですかな？私は君のことなんて知らない。そう、一介の剣士でござるよ。ニンニン。とぼけんな！大体、ニンニンって忍者が言うことだろう。あ、じゃあ剣士だと、ケンケン？それも忍者じゃねえか！ああ、もう！ったく、こんな化け物といきなり出くわすなんて、うつろの夜ってのは怖いところだな。なんだよ、お前の無知もそんなに名のある伝説の、魔弁？いや、聖弁？それとも邪弁とかなのか？っておい、妙なネーミングすんなって。弁使い、長い弁だから長弁使い。俺が剣を使うから剣士だとすると、お前は弁、弁士、弁術使いの弁士。乙女の前でベンベン言うな。なんかあれだろ、あれ。この戦いは剣 VS 弁、剣と弁、剣弁、楽しくなりそうだな。なんねえから、絶対なんねえから。つーか、それ以上短くくっつけて呼ぶな。それで、お前の名前はきっとベンって言うんだよな。まあそれはないよな、ベンって男の名前だもんな。